フラッシュバック。あー、なんだろう、女性の好きな仕草。テンポが悪い。え、みんなポンポン答えてんの？めっちゃポンポン。めっちゃポンポン。そんなんすと出てこない。いや、みんな可愛い。みんな可愛い。みんな可愛い。石川からの個人的な質問です。何ですか？今度僕らとご飯に行ってくれますか？あ、行きましょう行きましょう。あ、やったぜ。あ、行きましょう行きましょう。あ、やったぜ。あ、行きましょう行きましょう。あ、やったぜ。 A few moments later。 ご飯。あ、そう、ご飯。あ、そうだ、さっき。そう、ご飯行きましょうよ。そう、さっきの質問で、僕の個人的な質問で、ご飯に行ってくれますかっていうことを。ご飯食べましょう。食べに行きましょう。はい、じゃあそこでゆっくりしっとり、はい、いろんな話を、恋バナとかいろいろしましょう。いろんな話を。そうです。場所どうします？場所、何でもいいよ。新宿近辺がいいんですかね。リアルに。ざっくり。新宿でもいいよ。じゃあなんか。僕メールしますね。あ、メールいいよ。その時に、うん、じゃあ何かしらいろいろご飯会を開きましょう。ご飯会。いや、もちろん僕は内山さんとの、あ、ウッチーさんとのデートでもいいんですけど、はい、デートするの、デートは多分僕ガンガン行くことになっちゃうと思うんで、引かれちゃうと思うんで、ご飯会をしましょう。ご飯会したい。ご飯会をしましょう。その時にさ、そうまくんも誘おうよ。あ、よくない？どうですか？あ、内山さん的に、やった、そうまさん大丈夫ですか？みんな二人とも元気だよね。元気ですよ。元気っすよ。元気だよ。行きますよ。オッケーオッケー、いいよ、なんでも。やった。やった。よし、行きます。本当に誘いますかね。ああ、うん、考えます。あ、そう、あの前回の山口忠役の斉藤さんが来てくださった時に、はいはい、ごめんウッチーっていう名言を残して言ってくれたんですけど。なんか俺されたっけ？いや、なんでごめんだ。これ経緯を説明しないとさ、流れがよくわからない。誤解されちゃいそうになるよね。なんか、その、山口がごめんツッキーってよく言うじゃないですか。あ、言ってる言ってる。それと、あの、ウッチーさんとツッキーさんの、似てるね。母音が同じなんで、なるほどなるほど。似てんなってことで、残して帰ったんだ。次回の収録までに必ず、突然ごめんウッチーを会話に挟んで、うん、ちゃんと内山幸喜さんと会話をするっていう約束をしたかしなかったか、うん、わかんないんですけど、いや、まあ、会話は、はい、斉藤さんは、その件話してくれましたよ、ラジオにこの本当ですか、出ましたって言って、その、まだいろいろ、あの、僕と、あ、内山と喋れてなくて、みたいな話を聞きましたけど、ごめん、うちはね、覚えが全くない。ああ、ダメだな。それが公約だったとしたんだら、公約破棄ですね。公約破棄ですね。公約違反ですね。はい、もう一回呼んだ方が。これはダメだな。ってもらったので。あ、ダメだ。やっちまったな、これは。やっちゃいましたね、相馬さん。うん、ダメですよ、一歩踏み出さないと。あんだけ、ゆうゆうって言ってたくせにね。ダメだな。僕らもね、本当はね、踏み出す、その、お手伝いをするみたいな話になってたんですけど。したっけ？まあ、ちょっと。Several months later。ちなみにさ、相馬くん前さ、出てた時にさ、内山さんともっとお話できるようになれたらいいなって思いますって言ってたけど、そんな囁いてました僕。うん、囁いてた。内山さんとみたいな、内山さんともっとお話できるようになったらいいと思います。そんな品作ってたっけ俺。で、その間どうだったんですか、うん、この間はどう、まあ本当に、お、アンケートが来てる。本当アンケートも来てるよ。ほうほう。コートネームゼキコさんからいただきました。ゼキコさん、どこだ。お、いた。あ、おありがとうございます。村瀬さん、海斗くん、内山さん、相馬さん、お願いしまーす。お願いします。前回内山さんがゲストでいらした時に皆さんでご飯デートに行くお話をされてましたが、その後皆さんで行かれましたか？相馬さんのごめんウッチーもその後が気になります。ぜひぜひ教えてください。今年は配給尽くしの1年になりますね。頑張ってください。応援しています。ありがとうございます。ありがとうございます。ご飯デート行けてないんですよね。そうね、行ってない。まあ、ああいうのはさ、ラジオの放送で載っけてるようなやつ。あ、リップサービスだった。あの、そういうこと。僕、お言葉に詰まってるんじゃないよ。お、いや、じゃあ本気で行きましょう行きましょう。誘いましょう。4人でね。行きたい。そのうちじゃないですよ。近いうちですからね。きちんとスケジュール合わせて設定しよう。ちょっと、あの、今回に限っては本当にグイグイ行きますから、よろしくお願いします。ちょっとテンション謎だね、書いてちょっとね、俺も迷子なんだ、テンション。これさ、相馬さんのごめん、ウッチーもその後が気になりますって書いてあるんだけどさ、うん、いやだってそんなね、言えた？内山さんに謝ることなんかないですから僕は。あ、やましいことがない。謝ることがないと
思ってらっしゃる。ねえ、なるほど。うちさん、内山さん、なんか謝ってほしいことありますか。はい、謝ってほしいこと。おかしいだろ、その。さっき楽屋で、ええ、なんか僕の個人情報すごいネットで知られた。まあ別にどうでもいいんですけど、恥ずかしいからやめてほしかった。ああ、でもそれは謝ってほしいですよね。ちょっと謝ってほしい、謝ってもらわないと。謝りな。ごめん、うち。なんか謝られた感じがしないね。なんか出汁に使われた感じ。なんかよくわかんないよ。海斗くんと二人で画像をめっちゃ集めてたからね。そう、僕は内山さんの画像をめっちゃもう検索して、すごいなんか愉快のこんな画像とかあれ愉快だったね。本当にインターネットっていうのは良くないよね。世の中に残ってしまうからね。いやでもすごい愉快な気持ちになりました。ありがとうございます。ということで今回お二人を交えていろいろとお話を していきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではリスナーの皆さんからのお便りを紹介する烏野高校掲示板です。今回は会場の皆さんからもアンケートをいただいております。コートネームモカさんからいただきました。モカさん、モカありがとうございます。おいい返事です。ありがとうございます。一緒に作っていこう。よし。今日一番やりたいことがあります。何かリスナー参加型のことをやっていただきたいです。リスナー全員でごめんツッキーと言ってツッキーにうるさいと言われたいです。すごいな。いい返事はしたものの結構ド M ですよ。そうだね。内山さん的には OK ですか。でもこんなに多くの人にうるさいっていうのはちょっとなんか心苦しい。あ、じゃあその心苦しさも踏まえてやっていただきます。はい。じゃあ皆さんでごめんつ、いやでも相馬さん的にもこのセリフ皆さんに取られちゃって大丈夫ですか。大丈夫です。あ、軽い。軽い。もうちょっとあれ。いや、軽く見えて実は腹の中を煮えくり返ってる。そういうこと言わない。顔で笑って心で泣くってね。実はね。じゃあやりましょうか。じゃあ皆さんせーのと言ったらごめんツッキーと言ってください。そうしますと内山さんがうるさい、なんて言いましょう。なんて言えばいいの。どういうテンションで臨めばいいんだよ俺。楽しくやりましょう。楽しく、みんなもね、何に対して謝ればいいのかね、ちょっとよくわかんないですけど、じゃあさっき個人情報を検索したことについて謝ろうか。みんなで、ね、みんなで連帯責任です、うん、お願いします。いきますよ、せーの、ごめん、好き。うるさい。もう、うるさい。そうなりますよね。まあ、そうなりますわな。よくわかんないから、次行こう。はい、次行きます。お願いします。みんな、チャンネル登録、高評価、ベルマークの通知登録、よろしくね。